第一三共株式会社は、東京都中央区日本橋本町に本社を置く、日本の大手製薬会社である。日経平均株価及びトピックスコア30、JPX 日経インデックス400の構成銘柄の一つ。2005年9月28日に三共と第一製薬とが経営統合して発足した。当初は純粋持ち株会社であり、統合元となった両社を完全子会社として傘下に収める形式だった。その後2007年4月に三共及び第一製薬を吸収合併し、両社の医療用医薬品事業を第一三共に統合、現在の事業会社に移行した。統合にあたって、第一三共本体は病院向けの医療用医薬品に特化し、ヘルスケア事業については新会社第一三共ヘルスケアを設立、2006年4月に営業開始。直後の4月13日に、アステラス製薬傘下だった、同部門のライバルメーカー、ゼファーマの全株式を取得して完全子会社化した。なお、ゼファーマは2007年4月に旧第一三共ヘルスケアとの合併で消滅した。また、医薬品事業に経営資源を集中するため、海外子会社の整理、非医薬品事業の売却を進めた。2008年6月11日に、インド大手の製薬会社、ランバクシーラボラトリーズ社の買収を発表。同年10月20日に連結子会社としたが、2015年3月24日にサンファーマ社がランバクシーラボラトリーズ社を吸収合併。合併後もサンファーマ社の株式を保有していたが、同年4月21日に保有していた全株式を売却した。これにより、連結子会社ではなくなったものの、今後も業務提携は継続されている。2019年3月1日には、当社が日本国内で製造販売を行っていた長期集採品の一部を吸収分割により、アルフレッサファーマへ譲渡した。2013年時点で、日本国内において業界3位、世界において業界20位である。武田薬品工業、アステラス製薬、大塚ホールディングスエーザイとともに、国内製薬メーカー大手5社の一つである。2020年7月時点の時価総額は、医薬品セクターでは、中外製薬に次いで2位。コーポレートスローガンは2012年4月1日より、全世界統一で、パッションフォーイノベーション、コンパッションフォーペーシェンツに改められ、日本国内では、イノベーションに情熱を、人に思いやりを、用いることとなった。旧三共グループ会社旧第一製薬グループ会社。ありがとうございます。